森祐介森祐介は、静岡県清水市出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。中学時代は、清水エスパルスジュニアユースチームに所属。清水東高校時代は、高林祐希と同級生で、同卒業後1999年に、ベルディ川崎へ入団。2001年、当時、J2 のベガルタ仙台へ移籍し、右サイドバックのレギュラーとして、 チームの j ン昇格に貢献。だが、警告、退場が多いため2002年のシーズン途中で、安藤正弘と入れ替わる形で、選手登録を抹消され事実上の解雇となった。その後、京都パープルさんがを経て2005年に、川崎フロンタールに移籍。同年11月20日のセレッソ大阪戦では、ベンチから審判に向かって、暴言を吐いたとして、 試合に出場していなかったが、退場処分となった。2007年3月17日の横浜 FC 戦で、途中交代の際にピッチ際の給水ボトルを蹴飛ばし、2度目の警告を受けて、退場となった。翌日には頭を丸刈りにして、反省の弁を述べたものの、川崎はこの問題に対し、直後の試合である AFC チャンピオンズリーグ、バンコクユニバーシティ戦のメンバーから外した。 2009年7月11日のアルビレックス新潟戦において左肘で松下俊弘の顔面を打った行為とレッドカードを受けた後の態度、振る舞いが暴行、脅迫及び一般大衆に対する挑発行為であるとして2試合の出場停止処分を受けた。8月1日 FC 東京との玉川クラシコで前半にマッチアップしていた長友優斗に対して 肘打ちをした映像が J リーグアフターゲーム賞で取り上げられ、野々村義和が苦言を呈した。さらに11月3日のナビスコカップ決勝で FC 東京と対戦して敗れ準優勝に終わったが、その表彰式において、川崎の一部選手が不適切な行動を取ったことが問題となった。その際にガムを噛みながら表彰式に臨んだ俺は特に問題視されたため、 チームは一試合の出場停止処分を下した。2010年5月16日のジュビロ岩田戦では、ボールのないところで六柱空を蹴ったことが、乱暴な行為、審判員の目の届かない場所で、当該行為に及んだことが、その他、極めてスポーツマンらしくない行為に相当するとされ、二試合の出場停止を受けた。同年9月29日のナビスコカップ。 準決勝ファースト、レグの岩田戦では、試合開始早々に同じく方に、かなり悪質なタックルを仕掛け、僕は飛骨を骨折し負傷退場となった12月7日、川崎の公式サイトにて、来期の契約を更新しないことが発表された。2011年、古巣である、東京ベルディエ11年ぶりに復帰。東京 V では早速右サイドバックのレギュラーに、定着した。二千十二年、 キャプテンを務めていた小林祐希が岩田に期限付き移籍した後はキャプテンの座を引き継いだ。2014年8月 FC 岐阜へ期限付き移籍。2015年 SC 相模原へ完全移籍。6月14日のグルージャ盛岡戦では倒れている相手選手に膝部分を押し付け、右足首付近を踏みつけた行為が選手に対する暴行、脅迫及び、 一般大衆に対する挑発行為に相当すると判断されて退場処分となり、史上初の J1、J2、J3 全カテゴリーでの退場経験者となった。さらに、10月4日のレノファ山口 FC 戦でも肘打ちを行って退場処分となり、8日に残り全6試合の出場停止処分を課された。これによって自身通算14度目の退場処分となり、 J リーグ最多記録を更新した。シーズン終了後、SC、相模原を退団。2016年、沖縄 SV に選手権コーチとして加入。2018年11月、沖縄 SV から退団すると発表された。現役引退後2020年により、東京ベルディのジュニアユース部門でコーチを務める。ありがとうございます。